はい、こんにちは、マナズマナカです。今日は梅雨時期になかなか晴れずに植物が徒長しちゃったり根腐れしちゃうんじゃないかなっていう心配になってる方って結構多いんじゃないかなと思います。そこでね、今回梅雨時期をうまく乗り切るためのアイテムをご紹介したいと思います。今ね、なんで梅雨時期でなかなか晴れないとかっていうところで、あーやばいなー、こう根腐れしちゃうんじゃないかなとか悩んでる方、まあこれはね、今回の動画に関しては初心者の方、必見ということで、ご紹介していきたいと思います。はい、ではこちらの育成ライトをご紹介していきたいと思います。まず最初にこちらの育成ライトをおすすめしたい方は、1番に最近開墾植物を育てた方、2番目にあまり日照条件が取れない方、3番お部屋をかっこよくなんとなくしたいなって思ってる方とかはいいと思います。まあ、多く種類を持っていないのであれば、このぐらいの育成ライトで十分かなと思います。またね、ちょっとコロナの、自粛生活だったり在宅ワークでテーブルの上にちょこんって置いとくぐらいだとおしゃれでいいのかなと思います。はい、それではね、次に効果のほどを、今まで1年ぐらい使ってきたんですけれども、お伝えしていきたいと思います。はい、その効果っていうのが、まずこの8センチぐらいで、光量の光を表すレベルが5000ルクスっていうものになるそうなんですけれども、そちらが雲天っていう曇り空の日ぐらいの光と同じぐらい。ただね、曇り空だと同じって言われると外でもいいんじゃないって話になるんですけれども、そもそもの僕は梅雨時期の植物の管理方法っていうのは外の方がいいんじゃないかなと思っております。まあね、風通しもよくって、ある程度こう光もね、曇り空だといっても光は入ってくるので、ただ今回は補助的な役割として、育成ライトを使うにはすごくいいんじゃないかなと思います。例えばね、水をあげてしまった日になかなか晴れ間が続かなくて、まあ光量だったり、風通しが悪くて、それでもこう室内で育てたいっていう時にこういう育成ライトを使うっていうのはすごくこう補助的な意味でいいと思います。はい、またね、夜なんかもちょっとつけていてもらえるとすごい、僕目線ですけどおしゃれな雰囲気がこう出せれますし、植物ね、例えばハオルチアっていうのとかあるんですけど、こう透けて見る植物とかライトに照らして綺麗な植物はよりこう綺麗に見えたりするんで、もう家の中でね、こう植物を見ながら育てたいよっていう人にはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、で、気をつけて欲しい点としては、まあ、先ほどもお伝えしたようにこちら補助的な意味でしかないので、本格的に育っている方とかっていうのは、徒長を気にしたり、絶対に枯らさないように根腐れさせないようにするような植物を育てている方にはあまりおすすめできません。はい、ただね、次の動画見ていただいていいですかね。 Let's goで、今見ていただいたと思うんですけれども、その、画像の変化を見ていただいた通り、補助的な役割としてはすごくいいと思います。一回こう根腐れしたんじゃないかな、これ水切れなんですかねっていうお客さんに、水あげてこれ光量取れるんで使ってくださいっていうお客様に使っていただいたところ、かなりこう伸びてきたんで、そういった意味ではね、効果が全くないっていうわけじゃないんで、常に室内の日が当たらないようなところで育てている方にはすごくおすすめできます。ただね、先ほどもお伝えしたように本格的にやる人であれば、外に置いたりする方がいいと思います。ただね、こう趣味程度で育ててて可愛いサボテンをちょこんと家で眺めるんだよなんて方はこういうので十分だと思います。はい、というのも今回この育成ライトをおすすめしたいのは、インテリアにも映えますし、梅雨の時期の、
日照不足を解消するためにこちらを使ってみてはいかがでしょうかっていうところです。またね、本格的な育成ライト等はあるので、こちらに関しては次回以降説明したいと思うんですけれども、なかなか晴れない梅雨時期になかなか日照条件も取れないお家に住んでいる方にはおすすめです。はい、でなんでさらにおすすめかっていうと、これねちょっと今撮りますね、じゃんこれがね、あの USB でつなげられるんですよ。 USB でねつなげるって結局どこでもこう充電できるんで、電源を取れるっていうのがいいと思います。はい、なんでね、あのパソコンの横なんかに置いて育てるのもいいと思いますし、この間ね、あの観葉植物ルームツアーの時で説明したんですけど、説明手がね、あの映させていただいたんですけど、パソコンの横で植物育てるのとかもすごくいいと思います。なんでね、本当に1つや2つ3つぐらいだったら全然育てられますし、今デスクの上ちょっと寂しいなっていう方は梅雨関係なしにこれ使うのいいんじゃないかなと思います。値段もね、だいたい3300円ぐらいの値段なんで、まあすごく高いかって言ったら、植物をね健康的に育てるっていう面ではコストパフォーマンスもいいと思っております。はい、でね、先ほどデメリットの一つ伝え忘れてしまったんですけれども、1個ここに置いてあと 2,3 個ここら辺に置くこともできるんですね、考慮としては。ただ植物はお天道様に向かって成長するっていうのが植物の性質なので、ちょっと曲がったりしやすくなっちゃうんで、定期的にこう入れ替えしてもらって、特等席の真ん中は譲り合いをしながらね、優先して使ってもらえればなと思います。また水やりした後は真ん中に置こうとかっていう風にするといいと思います。はい、でね、僕の視聴者さんはかなりあのパキポディウムとかアデニウムとか開口植物系を多く育ててらっしゃる方って結構いらっしゃると思うんですけれども、前回ホロンベンセっていう実生をかなり近い位置で育ててたら、かなりね葉っぱの出とか良かったんで、まあ、実験としては僕がこう育ててみた感想としてはすごくうまく使えたなと思いました。なんでね、パキポの実生とか育ててる方にも、あんまね本格的なこうライト使っちゃうとちょっとインテリアを崩してしまうってこともあるので、まあこういうので補助的な役割で使うのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、まずはね、今回もうこれから本格的に梅雨入ってくると思うんですけれども、梅雨を乗り切る一つアイテムとして、植物育成ライトを選択肢の一つに入れていただけたらいいなと思います。実際にね、僕も使っていて、夜になるとこうポチってつけてね、僕の家族が寝た後もね、この育成ライトと植物見ながら仕事するっていうのは寂しさを補えてるんじゃないかなと思います。はい、なんでね、好きな植物を置きながら仕事をしてみてはいかがでしょうか。はい、まずね、一つ梅雨の乗り切るアイテムとして、植物育成ライトルーチェさん、ぜひ参考にしていただけたらと思います。概要欄にね、載せておくので、もし気になった方いらっしゃいましたら、はい、見て買ってつけてみていただきたいと思います。はい、ではね、今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひ、育成ライトを使ってより園芸ライフ、ライフ・ウィズ・プランツ楽しみましょう。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。太陽最高。